状況を整理しましょうまず今回のミッションは時間との勝負です特務よりも先に咲夜パパを探さないともし先を越されられたら咲夜のお父さんはうんうんそんなこと考えたってしょうがないやるしかないんだね咲夜也リホチェリー ありがとうというかさそもそも特務のやり方って正しいのかなどういうことですか昨夜のお父さんは悪魔と違って会話ができたじゃん倒さなくても分かり合えると思うんだけどあそれは確かにコードレッドの危険性も。 いまいちピンとこないのです先生コードレッドという存在に関してもう少し情報を開示していただけませんか残念ながらコードレッドについては先生も詳細を知らされていません特務からは「危険な怪物であり速やかに排除すべき存在だ」とだけ伝えられています 人の姿をしていることもあるしそうでないこともあるだがいずれの場合も人類に「災禍をもたらす存在だと人類に「才化」コードレッドの存在は悪魔を活性化させ侵食区域に悪影響を及ぼします例えば霧の拡大や新たな地域への霧の発生 侵食区域と外界を隔てる教会を破壊し凶悪な悪魔たちを社会に解き放つこともそんな特務の覚醒者だった父さんがどうしてあ先生慰めてくれるんですかありがとうございますそれにしても夜のお父さんって 特務で働いてた覚醒者だったんだね。全然知らなかったよ。ええ。でも、昔の話よ。あの日、父さんは特務を辞めてしまったから。あの日まだ私が小学生の頃。黒い霧が発生して、新宿が死んだ日。そして、 母さんがいなくなった日昨夜のお母さん待ってください二人とも話の途中ですが敵が来ましたとりあえず片付けてしまいましょうあの日私は母さんと一緒に新宿で映画を見ていたの。 子供向けのアニメ映画その時私はまだ幼かったからはっいいですね私もそういうの大好きですよかわいい動物のキャラクターが画面の中でちょこちょこと動いていて可愛かったなでもその映画のエンディングを私は知らない 黒い霧が突然辺りに満ちて私はすぐに気を失ってしまった次に目を覚ました時幼い私は泣いている父さんに抱きしめられていたのあっサクよ父さんは特務の命令を待たずに新宿に飛び込み私を助け出してくれたでも 母さんの姿はどこにもなかった手遅れだったってことわからないわ私は気絶してしまっていたから母さんがどうなったのか誰も知らないの特務の常識では霧の中で一般人は生きられないだから行方不明者の捜索はすぐに打ち切られるのが通例母さんも例外じゃなかったけれど父さんは 《そのことで特務に不信感を持ったのね》《辞表を突きつけて特務を抜けるとたった一人で母さんを探すべく新宿に忍び込むようになったわ》《しばらくの間は家に帰ってきてくれたんだけどあるとき急に私を親戚に預けると言い出して》《それを最後に父さんは姿を消してしまった》 咲夜のお母さんを探すために何年も何年も不気味な霧に包まれた新宿を歩き続けてたんだなんだか悲しいね咲夜パパの行動今日までの咲夜みたいです <laughs> 言われてみれば確かに結局親子で血は争えないのかしら母さんを諦められない気持ちはわかる でも、夢を見続けていたら前には進めないもの私は力ずくでも父さんを家に連れ帰るあっピリピリっと来ましたこれもしかしてコードレッドじゃありませんかええ間違いないわこの気配父さんが近くにいる見た咲夜、あそこ 交差点の真ん中に立ってる人 <laughs> くそが父さん <coughs> その声 <coughs> 咲夜お前どうしてここに来た俺の前から去れと言ったはずだいやよ今日まで父さんを連れ戻すために生きてきたんだから 絶対にここで引いたりしない大バカ野郎がうんいいからさっさと帰れ父さんすごい汗それに顔色ももしかしてどこかを悪くしているの<ゃ> <laughs> そうだなある意味で病気みたいなもんだ今の俺はな 俺の邪魔をするやつを絶対に許せなくなるそんな病気にかかってるんだどういうこと何を言っているのコードレッドについて理解していれば出てこない言葉だなクソ特務も学校も随分と卑劣な真似をするあ

これが父さん何がどうなってんのこれじゃまるで悪魔じゃんそれもただの悪魔じゃありませんよ私たちが今まで戦ってきたどの敵よりも大きくて強そうで嫌な感じがしますコードレッドそんな父さんは本当に世界に才華をもたらす怪物になってしまったの <laughs> あああ許,さ許,さ許さん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 俺の邪魔をする者は何人たりとも許さんどうしてこんなことになっちゃったの父さんそれが。 今の本当の姿なのいえ、違うわ。邪魔する人間を許せなくなる、病気のようなものって父さんは言っていた。病気ならば、治す方法が何かあるはず。きっと、何かが。うわぁ昨夜、娘。 昨夜、俺の前から消え去れどんなに憎悪な言葉